沈むように溶けてゆくように伊藤こだまです。今回は夜遊びさんの夜にかけるをやってみました。裏打ちのビートができれば簡単にできるんじゃないかなといった感想です。解説していきます。ビートは基本的に裏打ちです。こんな感じですね。これですね、フィルは基本的にはタカタカっていうのを多めに使ってます。イントロから A メロに行くときとか、B メロか A メロから B メロに行くときとかもタムにしてるけど、タムタムトントンってやってるだけ。4発叩いてるだけですね。タタタタ、
この形ができれば大体スムーズにいけると思います。で、Bメロ入ったらスネアが2分の1になります。ドッツドッツドッツタッツドッツドッツドッツタッツ、ここですね。サビ前のフィルですね。サビ前のフィルはタッタカカタカタ、右右左う左右左右です。サビの終わりがワンツー、これちょっと入りづらいと思うんです。ワンツーダーダ、ワンツーダーダですね。ここは気をつけてください。はい、あとは間奏をやって、まあビートのままやってフィル入れて A メロいきます。 B メロも A メロからフィル入れて B メロいきます。 B メロ終わったらちょっと違うビートになると思います。8ビートで、足のパターンがちょっとだけずれます。はい、最後の落ちサビからのフィルですね、こうやってるんですけど、ちょっとゆっくりやってみます。スネアログですね、これで、最後のサビをやったらあとはもう終わりのフィルだけになりますね。ちょっと早くやるとこんな感じですね。頑張ってやってみてください。